それじゃあ今日の練習はここまでにしようか。みんなお疲れ様。今日はお月見だっけ。そうなの。お兄ちゃんとお団子食べる約束してるんだ。お母さんがいろいろお料理作ってくれるって言ってたし、すっごく楽しみ。さきちゃんちのお母さん料理上手だもんね。ひな祭りの時の料理もすごく凝ってたし。えへへ。隣の料理うまかったよね。今日は何か作るの？はい。私はお月見にちなんだ料理とお団子を作る予定です。みんな結構しっかりやるんだね。私ももうちょっとちゃんとしたお月見しようかな。あれ？ピッチーは何か作ったりしないの？うん、お団子を買って家でのんびりするくらいしか考えてなかった。あら、それもいい過ごし方だと思うわ。自分なりに月を楽しむっていうのもいいんじゃないかしら。うんうん、いっちゃんらしくてすっごくいいと思うな。志保、どうかした？ううん、なんでもない。あら、志保、まだ残っていたの？お姉さんとお月見するって言ってなかったっけ？うん、まあちょっとね。どうしたの？何かあった？別にそういうわけじゃないよ。ただちょっとお姉ちゃんのことを考えてたんだ。志保のお姉さん？前ちょっと話したことがあるかもしれないけど、私のお姉ちゃんって少し天然なところがあるんだ。うん、聞いたことあるよ。すぐに迷子になっちゃうんだっけ？うん、それに機械音痴だし、いつもぼんやりしてるし、正直私より子供っぽいと思ってたんだ。でも昨日お姉ちゃんの頑張ってる姿を見て、そうじゃないって気づいた。子供の頃お姉ちゃんはいつも私のことを気にかけてくれたんだ。悩んだり寂しいって思うより前にお姉ちゃんが声をかけてくれてて、多分私が気づかないうちに甘やかしてくれてたんだと思う。そんなことに今まで気づかなかった私の方がなんだか子供っぽいなって思って。すす、志保はお姉さんのことが大好きなんだね。大好きっていうかはわからないけど、でもすごいとは思ってるかな。そうなの？うん、お姉ちゃんはアイドルなんだけど、プロの世界で頑張ってるんだ。苦しいこともたくさんあったはずなのに、私の前ではいつも笑顔で、ファンのみんなに希望を届けるためにどうすればいいのかって今も一生懸命考えてる。そんなお姉ちゃんを見てると叶わないなって思う。素敵な人なのね。昨日考えたんだ。お姉ちゃんが私にくっついてくるのってもしかして甘やかそうとしてるんじゃないかって。高校生にもなって恥ずかしいし、さすがに人前ではやめてほしいけど、でもあれもお姉ちゃんなりに私のためを思ってやってたのかもって思ったら、なんていうか、私はお姉ちゃんのために何もしてこなかったなって感じて。志保、私はそんなことないって思うけど。え？志保だって今まで苦しい時があっても頑張って乗り越えてきたでしょ。志保が頑張ってるお姉さんを見てすごいと思ったように、お姉さんもそんな頑張ってる志保を見て励まされてたんじゃないかな。どうしてそう思うの？普段の志保を見ててなんとなく
何それ、適当すぎ。でも、そっか。ありがとう、ニク。お姉ちゃんが私を見て励まされてたか。本当にそんなことあるのかわかんないけど、そうだったらいいな。あ、そういえば今日ってお姉ちゃんが生配信するんだっけ。お月見の配信って言ってたな。今までお姉ちゃんたちの配信ってあんまり見たことなかったけど、ちょっと見てみようかな。